あの巨人、なぜ襲ってこない？散らしてやる。あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、F 人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず、人間には無反応。普通なら、とっくに襲ってきているはず。味方の それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。巨人は？なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないか。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従う。本気かよ。アルミン、くそ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。カッサバイケル、苦戦している。行かないと。かっさばいてやる。捕らえた。一旦敵場に撤退したいが、邪魔しないで。巨人が邪魔だ。もう一押し。次。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら、僕たちはもう終わりだ。蹴散らしてやる。頼む、僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いで、あの巨人を誘導してくれ。狙う。もう一押し。もう一押し。助かったぞ、アカマ。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。邪魔しない。訓練兵か、分かった。こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。潰す。
ないってことだよな。次もう一押し捕らえた。次サバイバー邪魔しない。私たちに壁を登らせない気か。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。捕らえた。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。カッサバイデン。分かった。本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。次訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。分かった。せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。
救援要請。死に来たの巨人に会うとはついてねえな。くそ、次感謝する本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。